さんこんにちはりです本当 <laughs> ねって感じです今回はあのサムネイルすごくびっくりなさったと思うんですけどあのついに公開したかとあのいうぐらいですね盛り上がりの今年の体重経過を発表したいなと思ってでここまでに減った体重はですね、えっと、合計3 0今2キロぐらい。 なんんでですすけどあの行ったり来たりり来してる3 2キロから3 5キロぐらいをこう行ったり来たりしててで今7 5キロから7 3キロ行ったり来たりしてるんです増えたたりり減ったりしてるんですけどなので今停滞期に差し掛かってますで、えっと、そのまあダイエット報告を兼ねて、まあ、今回この動画を撮ったんですけれども結構動画への質問がですね毎回こう「痩せましたね」とか「どうやって痩せたんですか?」っていう質問がすごく 来るのでえっと質問コーナーを設けなかったので私がちょっとバタバタしてたから勝手に質問コーナーというのを毎回やらせていただいてるんですけれどもそれをやりたいと思いますえっとまずねあのどうして痩せようと思ったんですかっていうきっかけなんですけれども私14歳の時から芸能をずっとやってましたその時は相撲をやめて、えっと、8 6キロから。 60キロぐらいまで痩せた時だったんですね105キロまでその60キロから105キロまでボーンと40何キロも太ってしまったのはですねストレスしか正直ない時があるんですね幸せなこともすごくあるんですけど正直本当にストレスしかない時があったんですよそうだな去年から痩せ始めてはいるんですけど今年の多分1月が一番ピークだったかな 多分でほんとこの約1年の間にすっごい体重が激変したからみんなに本当に友達とか会う人に「アリス大丈夫?」って毎回心配はされてはいたんですけどでも無理ななダイエットは本当にしてないですです私がやってるダイエットって言ったらもう本当にその時は朝夜ザバスのプロテイン飲んでで昼に野菜ととりあえずたん質卵とかあのー。 ななんだろうなあとお肉赤身とったりとかしてたんですけど今は本当に何もしてないですあのサプリと酵素とあとはまあエステもそうなんですけど、まあ、そ,そういった面ではいっぱいや,やってるんだけどあの食事制限とかは全くしてないですでなんですけどやっぱりそのサプリと酵素とやっぱエステがすごく効いてくれているのか まあやっぱりね美の三大活用みたいな感じですよね、まあ、エステ行ってれば、まあ、でも言うて私月に1回ぐらいこう揉んで、ね、こうほぐしてリンパほぐしてって感じなんですけど、まあ、エステは私すごいおすすめのエステをこの間ねあの友達で、ね、ワンコインエステっていうのを紹介してもらってでその友達は美魔女なんですよ。で十何歳なんだけども足がもうこれしかないのこれしか。 これしかなくて、まあ、モデルのインストラクターをやってるのですっごい細い方なんですけどその人に「500円でエステ行けるんだよ」って言われてえーと思ってで行っ,ったんですよ。でなんですけど、まあ、そういうのとかも、まあ、聞きたかったら後々ね、まあ、紹介できたらなと思うんですけど結構あのエステって高いイメージが多分あると思うんですみんな。 で私もそうなのやっぱり「えー、ステっ捨て行ってんのすごいね」みたいな「高いのに行けるの、ね、すごいね」とかって言ってた方だったんですよ1 0 0キロ時代はね。でなんか「すごいね捨てって」みたいな感じだったんですけどなんか「私はもうホームエステだよ」みたいな自分でもみしだいてるよとか言ってたんだけどなんかそのワンコイン行ってみたらねすごいね何ていうのあワンコインでこんだけやってもらえるんだったらいいなみたいな。でなんか友達は そのワンコインとかあとは1000円とか1500円とかちょっと高くなっちゃうけどでも2000円まで高く、ま、なっても2000円までのところをなんか行ったり来たりとかしてなんかいろんな店舗を行き来してで23ヶ月行って1 0ンチぐらい足細くなったんだってあのザバスさっき言ったプロテインの脂肪燃焼サプリメントを飲んでますで、えっと、あとは漢方を飲んでる。 あのー、脂肪を燃焼させる漢方だったりとか漢方いっぱいあるんですけど防腐通硝散とかあとまあ自分に合った本当漢方を探した方がいいと思うこれは痩せたなっていうサプリはやっぱり漢方かなで運動してる時はそのザバス飲んでウォーキングしたりとかしてで漢方はどちらかというと毎日の生活の時にちょっと取り入れて飲んで。 お通じじをよくしてみたいな感じだから痩せるというよりかはまず体の改善に私は今年のえっとね上半期は頑張ってた気がする今こう何つうの考えてみるとね。はい、で酵素はあの前にも紹介した酵素も飲んでたんですけど私酵素ね2ヶ月に1回。 変っていうのはなんか酵素っていっぱい味があるよっていうのを聞いててなんかあのー、プルーンみたいな味だったりなんかピーチみたいなこの間紹介した味だったりあとなんだろうなグレープフルーツみたいな味だったりとかっていうなんかいろんなことを聞いてじゃあいろんなねそんなこう美容成分が入ってるものがあるんであれば自分で好きな味を選んでみようと思ったの酵素。で あのこの間のピーチのも今も飲んでるんですけどあのー、このね今回持ってきたんですけどこれもうないんですけど結構飲んじゃってこれ飲んでますこれ炭酸水なんですよでこれはちょっとコーラの味がする炭酸水を、あのー、この間の TDC ナイトでもらってきたのでなんか結構割れるなと思って用意しといたんだけどどうしようかなこれこのコースね結構好きですなんか 味味が何味なんだろうねこれこれはね友達に勧めてもらってあの買ったんですけど何味か分かんないなでもすごいいいあの何ていうのかなりんごみたいな味に近いかもしんない私いつも40で割ってるんですけどめっちゃ飲んだでしょ <laughs> これさあと1本しかないからさもうあ,のあれなんですよあの何ヶ月契約だろうこれ。 1>, 1ヶ月とか2ヶ月とか,なんかその定期契約みたいな毒みたいなのがあるんですねで。酵素って大体そうなんですけど、あのー、私2ヶ月くらいやってあのまず効果とかいうよりかはまず自分の味舌で感じるものだからで舌で感じて体内に取り入れるものだからなんかあんまり不信感とかを抱きたくないの。だから 結構おすすめされてる酵素でもすごいなんかまずいけど体にいいんだったら飲もうみたいなそういうの私あんま好きじゃなくてでこれはなんかね普通に味は私好きめっちゃ好きな味であのザバスとかもプロテインもあのねあれなんですよ逆に今の真逆なんですよザバスプロテインはすっごい辛い あの舌に当たった時に「うお辛い」なんか「燃えとる」みたいな「で燃えとる」って思ってでも燃えて燃やすものだからあれは「いやでも燃えてる燃えてるよしよしよし頑張ろう頑張ろう」ろうみたいな酵素ってなんか綺麗になりたいとか要は美容成分が入ってるとかなんかこうロイヤルゼリーが入ったりとかっていうので飲むわけじゃんこうなんかトゥルトゥルになるからお肌がトゥルトゥルになるために取り入れるとかファスティングとかもそうだけどなのに。 なんかうえって思いながら飲むのが嫌だからなんかいろんな酵素をね取り寄せてみたんですよであの先々月までこの間のピーチ半年間ぐらい飲んでたかなあれはだから結構飲んでたんですけどあのだからその終わってから2ヶ月くらい前からこれを飲んでてでそしたらねなんか痩せましたねっていうコメントが結構増えてきてあなんか痩せてってんだみたいなでなんか自然とやっぱり ここのの味が好きだからこのファスティングになっちゃうんです自分で何ていうのこれを飲んだらうまいなーって思って満足するから食べなくなるんですよね必然的にだからねすっごいねうまいようにできてんなーってすごく思いましたでコンソすごいなって思ったのだからちょっとこれ今長くなっちゃったんですけどこの味が本当に好きすぎて私あのピーチ もうすごくあの甘いし飲みやすいんですけどファスティングするってなった時にあのすごいねこれ倍で倍で今進めてみますこんな感じで色がさ多分前の酵素使ってた酵素よりあると思うんだけどなんて言えばいいのかな味 なうーんあの、栄養ドリンクみたいな味がするあの酵素ってさ多分本当にまずいイメージの人多いと思うんですよウィーってなるイメージ多いと思うんだけどこの酵素は本当に私は飲みやすいからめっちゃ飲んでるので是非皆さんあの見てみてくださいあそっかリンク リンクとか下に貼っておきます。ザバスプロテインのリンクも貼っとあと酵素のリンクも貼っとくのでよかったら皆さん見てくださいえっとね漢方はねリンクとか多分ないと思うんですよなんであのお医者さんに行って処方してもらってみてくださいあの、まあ、探せばあると思うんですけど薬局とかで 暴風通さんありますかとか暴風通さんだよな多分そうありますかって言うと出てくると思うのででもあれは痩せるとかじゃなくて暴風通さんはただの便秘の解消のやつなのでまあ一番いいのはちょっとお医者さんに行ってダイエットガイラじゃなくても内科とかあの整形外科とかでも、あのー、言えば出してくれると思います。あのー、私がだからやっててる今ダイエットとしては 今年の上半期下半期期下やってたダイエットはまああれですよねあの1週間りんごダイエットとかもやしダイエットとか肉ダイエットと,とかなんかヨーグルトダイエットとかいろんなことやってたんですけど正直あのダイエットだけでは私何週間やったたんんだろう倒れたんですよで、まあ、もちろん倒れますよとは言われてたんですけどあれは企画でやってたからみんな真似しちゃダメ ですよ本当に未だに、あのー、見てくれる子いると思うんですけど、あのー、私がただ検証台になりますっていうやつだったのでで、あのー、記事を書いてたっていう感じだったので、あのー、た体調がやっぱりね途中で崩れてしまってやめてしまったんですけれどもあのダイエットではね私 5kg ぐらいしか体重はあの減ってないしむしろ見た目がむくみました太っちゃった見た目が。 ななんかあのねなんて言うんだろう体重と見た目って比例しないんですよだから私75キロだけど75に見えないねっていう人もいれば75以上に見えるねっていう人もいるんですよっていうのは私指が太いから,からここまで全部もう脂肪がないんですよねこれなんと言うのもうごっつい指してるんですねだからすごい強そうじゃん <laughs> でそう、ごっつい指して鍛えてきた指とか腕をしてるので要はもうここ肉ないんですねこの奥がすごい分かりにくいけどここ全部筋肉なんですよで、でここ、ほら、分かる筋肉なんですよだからあの筋肉量がすごく多い人なのであのー、私に合ったダイエットっていうのがやっぱりそのプロテインだったり酵素だったりサプリ普通にサプリ摂取して。 あの体内からのダイエットが一番向いてるなと思いましたやっぱ食事制限もすごく大事だと思うんですけど食事制限をすることで私はやっぱり昔太ってた時はそのストレスで食べちゃってたから多分食事制限したらストレスでまたね食べちゃうと思うんですよわーって食べちゃうと思うのであんまり食事制限をしないでこういう酵素飲んだりとかああいうザバスのプロテイン飲んだりとか何かいろいろそういうのをしていこうかなと。 思ってますよくこうちゃんデブセなんですかとかねあの太ってる時まああのこの年齢 <laughs> そうサムネ今ここ出しますけどこのサムネの要はビフォーの時から全然付き合ってるのであのデブ線なんんでですすかって言われるんですでデブンじゃないんですよこうちゃん <laughs> なんで,ですけどそうだから何て言うんだろうな恋をしたから痩せたとかいうわけでもないんです私。で あのー、まあもちろんありますよ例えば何かこう何て言うんだろうな影響された言葉とかもありますよ「それデブセなんですか?」って言われるこうちゃんに申し訳ないなとかでもこうちゃん別にそういうこと気にしないからいいんだけどでも私がやっぱり心苦しくなってきてなんか私のことを好きって言ってくれてるのにその私がなんかこうちゃんの中で すごい良くても別にいいよって言ってても周りからしたらモデルとすごい太ってる人が付き合ってるってダメなのかなってすごく思ってでたまたま私も好きになったのがモデルだっただけであってなんかすごいつらかったんですよ正直だから去年今年と本当にねあの葛藤していた時期だったんですねですっごいつらかったんですよなんですけど今年の初めからもう私は痩せるって言って ちゃんに言ってなんでいきなりそんな痩せるって言い出したのって言ってたんだけど周りの目はすごく変わってやっぱ痩せると人ってまあ変わるんだなと悪い意味にもいい意味にもねなんか自分は変わらないですよ本当に痩せてもむしろなんかなんて言うんだろうなそういうキャラ扱いというかしてほしい逆,逆にあの扱いにくくなっちゃったって言われるのがすごく申し訳ないのであのやっぱり。 芸能まだ続けて今年でもう11年来年で12年目になりますけどもう荒さんの年に入ってしまってねなんかすごい長いなぁと思いますけどやっぱりあのーまあ、生きてる限り人生一度しかないのでやっぱり痩せて綺麗な姿を皆さんにこう見せていたいなっていうのも。 ありますすし、分かんないですよ、これからリバウンドするかもしれないしさ分からないですけど今年の2016年の上半期下半期全部合わせた結果がこの画像になります。この画像本当に出すか迷いました、マジで。っていうのはやっぱりあのなんだろう痩せきってないからさ私。 まだまだ中途半端であと1 0キロ1 5キロぐらい落とせたらいいなと思ってるんですけど、まあ、さっきも言ったように体重と、あのー、見た目って比例しないので一番大事なのは見た目だと思います要は見た目が細くなれば体重8 0キロでも9 0キロでも全然いいと思いますなんか筋肉ついててシュッと締まってれば6 0キロぐらいに見えたりとかね8 0キロある人でもとかなんか すごい影響が私あったのは友達がねあるダイエットダイエットというかエステのあの本当に有名なねエステの,あのグランプリになったんですよクイーンになってで「えー、っ?」てすごいなってすごい泣いちゃったんですよ私生放送見ててでなんかそれっていうのは私が 今の私ぐらいだっったたの体重が出会った時にだからあ人ってあんなに変われるんだなって夢をもらったんです今年最後の本当にね11月末かな11月12月初めぐらいかほんでもう本当に夢をもらって友達からすごい夢をもらってからあ私も頑張ろうと思ってだから別に私は4 0キロ台とかそんなことは言わないですただ だっ4 0キロ台になったら私小学校になっちゃうから小学校3年生の時4 5キロだからさあので今小学校6年生の時の体重なんですよだからあのー、今の体重でもいいんです7 5キロのまま73から5行ったり来たりとかしててもいいから見た目だけなんかほっそりとしていければいいなと思ってるのでこれ以上は無理に痩せようとは私はしませんでまあ来年なんですけど来年はね別にここまで まあうまく落とせたから来年は痩せるとか何かこうこれ以上痩せるとかっていうまあ痩せたいっすけどでも何かこうもうがりき本願でも仕方ないから何かこう流れに身を任せてまあサプリ飲むものは飲んで酵素飲むもの飲んで,であんまりこう逆にね悪いもの悪いサプリとかを飲んじゃうとあれだけどだから自分 自分の体をやっぱりし今年本当にあのーまあ、サムネみたいな感じのお腹のまあお腹が一番わかりやすかったのであのサムネにしたんですけど、あのー、あの時期から始まって本当にねつらいことばかりだったんですよ。で私一番太ってた時ももちろんつらいことばかりだったんですけど、まあ、私今このサムネをさらすことで。 今年の自分とさよならできるのでででサムネを今さ晒したんですけどねでもまあ今もやっぱり皮が残っちゃってます皮残ってるしお肉もちょっとやっぱこんぐらいね分厚いの残っちゃってるけどやっぱ来年はそれをこう削り <laughs> 落としていければなっていうエステでねごそ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 ってやっていければなと思いますはい。 ということでなんで痩せたんですかっていうのはあのワンコインエンステに行ったりとか友達に紹介してもらってまあでもね恵まれてるんですよね要はね私周りに恵まれてんだなと思った本当にだって普通モデルのインストラクターの友達とかいないですもん周りに私本当まあたまたますごい友達がたくさん今,今はねすごい友達がたくさんいて 恵まれれてるる環境にいるけれどもうんだから本当にに何かいろんなダイエット成功者のねそのクイーンだったりとかさそのモデルの講師だったりとかさそのモデルの講師さんもすごいあの本当 TGC のモデルのインストラクターやってたりとかする方なので本当にすごい人たちだしやっぱりプロを教えてるだけあってすごく説得力があるしだから私もここまで痩せられたしだから。 そのの人たちがおすすめししてててくれるものはととりあえずた試してみようと思う思んですよなんか誰の口コミを見て悪いと言われようと誰のこうなんか試してみてダメと言われようと自分の体に合うか合わないかって自分で試してみないとわかんないですもん本当にそれはね思ったマジでだからプロテインにしてもさプロテインは太りますっていう人もいるんですよまあもちろん運動しなきゃ太るんですよプロテインだから。 だって筋肉つけるために飲んで、まあ、マッチョがね飲んでるものっていうイメージが強いと思うんですけどだからそれも一緒なんですよっていうか動かなかったらやっぱり太るってそれはプロテイン飲んでても飲んでなくても一緒だと思うの私だからだったらプロテインを飲むんだったらその分動けばいいしだってそのお金がもったいないから買った分がねだからファスティングするんだったらファスティングした分を頑張ってウォーキングしてみるとかそれがウォーキングの まあ効果なのかそれともファスティングの効果なのかそれはあ後とは後になってまあ便秘がかい改善されたとかさいろいろこうねまあ私も今年明けるからこそいろいろ考えてみて1月から12月こうやって予定表を見てさ予定表もあっちなんだけどさ取,れ取りに行けないんだけど予定表見てああそっかこの時こうやって飲み始めたんだとかあこの時運動したから減ったのかとか。 だからこの時にロケ弁そっかこんだけ食べてたなとかさいろいろでもね食べてたんだけど今年は増えなかったんです本当に体重も見た目もだから本当にみんなが、まあ、支えもあってですけど本当にいろいろ協力をしてくれたりとかして痩せたっていう1年ではありましたなのでね本当とに、まあ、今年の1月が、まあ、お腹のピークだったから 変な感じだったけどあんなにお腹あったかと思ってやっぱ気痩せするのねとも思ったし <laughs> そうだから私もまだまだねあのサムネにも載ってるようにまだまだお肉はありますけどでも私がとりあえず、あのー、これまでに、まあ、こ,これまでというか、まあ、10代の時からのダイエット記録はねこの1本の動画では残せないですよなんですけど、あのー、今年の体重経過というか。 ダイエット経過はこんな感じでございます <laughs> はいということで皆さんあのよかったら本当に興味ある方だけでいいんであのー、プロテインとか酵素とか飲んでみてくださいプロテインもね本当にねあの何、ー、ていうのかなでも、ね、苦手な人多いかもしれないプロテインは結構辛,辛かったりういって何ていうのベロに乗った瞬間 にちょっととピリッとするのであの成長期の子とかはあまりおすすめはしないんですけどあの酵素に関してはね、うん、別に年齢関係ないと思うのでお母さんとかの世代の人も飲んでればほんと10代から私酵素飲まされてたしね逆に私太ってた時に酵素飲みなさいっつって、まあ、その時は違う酵素だったんですけど飲んでたしやっぱり酵素って大事なんだなって本当に思う。 うん、これは思ったなんか肌がさあのー、荒れてないんですよね私何もしてないんですけど化粧水とかあの何、ー、ていうのそれは親が多分中学の時とかにいろいろ飲ましてくれてその酵素だったりとかあとなんだろうな何だっけ酵母酵素というか酵母酵母の粒みたいなやつとかあとあん、ね、なんかねいろいろ飲んでたのよ私。 青汁のなんか水素水素みたいなやつ <laughs> なんか <laughs> あとコントレックスとかいろいろ飲んでたんですけどまあそういうものでとりあえず太ってはいたけど毒素は排出されてたのかなっていうのはあったのでなんかいろいろとあのー、多分そういう時のがあるんでしょうね中にやっぱ入ったものって吸収して成長していくから、まあ、排出されるものの やっぱりってたものがいいものだったりとかするとさ今の肌に影響したりとかするからだからやっぱりそういうのも考えられた年でしたねこの1年は。はいということで、あのー、またね、あのー、プロテインのことだったりとか酵素のことだったりとかあとはなんだ水素とかコントレックスとかいろいろ私が今まで飲んでたやつの中で気になるものがあればあのコメントいただければあの細かく1個のことについては語れると思うのでまたあのー。 はい。動画を撮りたいと思います。ということで、盛りやりでした。今年もありがとうございました。来年、うんとリバウンドしないことを祈りながら、今年の私のですね、体型を、コーチゃに許可なく、載せました。もう載せちゃったから、もうしょうない、しょうない。盛りやりでした。チャンネル登録は、こちらのボタンからよろしくお願いします。過去のダイエット系の動画を、こちら、ほう、にゃ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 。 こちらの方に出しておきます最近噛むんだよなはいありがとうございましたバイバーイ来年もよろしくお願いいたしますとか来年も頑張ります来年もダイエットちょくちょく頑張っていきたいと思いますバイバーイ